山田聖豪は元 NHK エグゼクティブアナウンサーで、現在はフリーランスアナウンサー。京都市出身。滋賀県立ゼゼ高等学校、法政大学卒。1963年 NHK にアナウンサーとして入局。大河ドラマ、女対抗期、数々の NHK スペシャルのナレーション、私の本棚、ラジオ文芸館の朗読。 ラジオ深夜便アンカーなどを務めた。2000年からはフリーランスアナウンサーとして心の時代、シルを楽しむなど主に NHK の番組のインタビュアー、ナレーターとして活躍している。NHK の朗読番組ラジオ文芸館の演出と語りは13年にわたって担当、数多くの作品を放送するとともにライブの朗読にも積極的に取り組んできた。東京 明大前のホールで山田聖豪朗読への招待を定期的に開催するほか、全国のホールホテルなどで講演を行っている。若い人たちに朗読の魅力を伝えるため、中学、高校での講演にも力を入れる。他に、東京、横浜の NHK 文化センター、朝日カルチャーセンターで朗読、ナレーションの講座も担当している。同期には、加賀美幸子、広瀬久美子、 村田幸子、森本武郎、名取章、松田照夫、吉川誠一、山田康夫らがいる。ありがとうございます。